イカツフォトオンステージ、面白いじゃない。というわけでアイカツフォトオンステージ、フォトカツの時間が始まりますよ。今日、10月19日からこちらヴァンパイアパニックというイベントが始まりました。こちらのメドレー型のイベントでして、3曲連続でクリアするというイベントでございます。ただですね、ちょっと待って、評価待って、多分評価3回ぐらいしてるんだけどな、未だに出てくるんだよな。このメドレー式のイベントなんですけど、僕今回は初めてなんですよ。今までね、ちょっとお休みしてた時にそのメドレーのイベントが最初に出てきて、まあ、ちょっとあれせずに、ね、やってきたんですけども、まあ、どういうことかっていうと、3曲連続でやって、まあ、そのスコアが高ければ、4曲目サプライズイベントが発生するということで、もうね、中級までは何回かやったんですよ。どんな感じなのか、中級までこういろいろやってたんですけど、今回は上級メドレー参加します。いいえ、なかなかいい曲が来たんじゃないですか。行きましょう。これボルテージが、3か、よし行きましょう。まあね、多分ね、行きます。もうこれこのメドレー3曲連続でやってノーカットで行って、まあ皆さんにこの僕のフォトカツの腕前がどれくらいかっていうのを見せつけるような動画の回でもあるんでね、気合入れていきます。まあでも初級中級やった時にそのメーターが100、200とか300とか言ってたから、あ、ね、スタートダッシュ。びっくりした、一応フルコンしたよな。3回目のアピール来ねえと思ってたのに来たわ、よかった。はいはい、成功、 OK。 次の曲へ行こう。53、これ楽勝でしょ。好きな曲ばっかりだな。いや申し訳ないな。しこ。
ずれてる、なんかずれてる。失敗した失敗した。いや大丈夫かなこれ。うわお、まあ大丈夫でしょう。110いったらサプライズ曲なんですよ。 Go go let's go、 よし行こうぜ。さあ行きます。まあ余裕っすよまあ余裕っすよ。安定、安定のアイドル活動。イエーイ。いやー138、得意トーク来た得意トークさん、スペシャルサプライズライブ。あ、そうだね、上級と伝説級選べるのか。もちろん伝説級でしょ。上級やってないけどね上級やってないけど伝説級いきますよ。やっぱりこの曲わからないっていう頑張ろう、いい感じだよ。うわその調子、すごい、さすがだね。
あ、じゃあ、ごめん。いい感じだよ。いや、これ、まだ終わってない。そう、まだ終わってないぞ、これ。怖っ。まあ、でも伝説級無事クリアできましたよ。イエーイ。というわけで、はい、無事ヴァンパイアパニックというイベントの上級ライブ、伝説級のシークレットライブでクリアすることができました。皆さんも頑張ってこのメドレーポイントを貯めましょう。それではまた次回。バイバイ。